えぐい。ナイスショー。うまっ。俺アマチュアに戻った。現役復帰しよう。明日から練習しよう。皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴルフではトーナメントプロならではのラウンド動画、レッスン動画を中心に様々なゴルフ動画をアップしてまいりますので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは今回も始めましょう。アボアボ。どこ狙うの？えぐい。これナイス。もう一回ずつも。よし。よしよしよし。これはだいぶアドバンテージだよ。これはパー取れる。パーな。パー取れる。確かに。あざす。僕のボールがこの。カート道越えたところに、はい、ありました。いいとこ見てました。残り多分200ぐらいかな。思ってたより70やん。だからヘッドスピード10落ちてるって言ったら、これピンまで出た。ピンまで出たんだ。あの赤いマークまで100ヤードまで打った。よいしょ。ありがとうございます。完璧。 OK。 ありがとうございました。宣言通り。ありがとうございます。やっとくやっとく。はい。いや今日はシャリさんに感謝。シャリさんにマジ感謝。これセルフやったらやばいからね。前と3ホールぐらいありそうになるから急いで走らなくて。ナイス刻みやね。宣言通り100の看板。あ、でもちょっと前行っちゃったから怪しいかも。いやいや、全然大丈夫ですか。大丈夫。全然大丈夫じゃない。はい。これはええな。これええよ、もう。さっきの、なんならセカンドより短いからね。さあ、196ヤード。あ、でも5かな。さすがに。せいさん、これピン位置真ん中らへんすか？ど真ん中っぽいですね。はいはい、ちょっと上から撮っちゃいましたね。まあいいミスかな。いいミスや、いいミスや。前の時確かここでもうやめそうになったもんね。あれそうだっけ。俺アマチュアに戻ったって。ちょっとプロ諦めようかな。プロになってんのにプロ諦めよう。今日もちょっとさっきのダボで諦めそうだ。94ヤード。56で。56。ピンはね、ちょっと待って、あそこかな。見えるかな。ちょっと頭が見えてますね。お、でかないか。ナイス。え、50？
56。あ、56。見出すやん。バーディーチャンスちゃん、あれ結構。頼むね。もう見えんからな、グリーンが。ここは。ここはでもサービス、ちょっと、あ、ピン長なってるから、ちょっと遠く見えた。上から落ちすぎだな。で、これが、ボンちゃん。バカ。やっと。見てない。イーブンやからね、まだいけつな奇跡やな、あれえぐいな景色やばいからもう戻ってこい。ああ、止まった。まあ、それフックなんやな。でもラインがな、見えんかったかも。いや、俺もスライスや思うだね。これちょっと仮に一回やってみますね。ここにダイレクトで落ちた場合は止まるんや。でもすごいけどな。どうやと止まらんやな。あ、止まるんや。簡単でした。簡単でした。簡単。簡単じゃないか。ナイスイーゴー。あ、なんかでもちゃう、ちょっとちゃうかったね。気持ちよく打たれんかった。なんかこう、スコッていった感じだった今。そう、抜けそうだったから。かぶしちゃったっすね。いや、でもまあ、結果入ったら、OK。290ってくれた下まで全部絶対行って。ああ、290やったら下まで行くと。うん。280やったら途中で止まる確率がある。やってもさ。はい。が、選択肢としたら、次のフェアウェイ方向に270ぐらいのクラブ。あ、もう行っちゃうか。ピン方向に、もう思いっきりドライバー行っちゃうか。行っちゃおうか。さっきショット打たした。はい。ギリありそうな。おじちゃんないっすよ。OB でした。あかんねえ、話そう。
ほんまにあかんかった。ピーです。はーい。ピン狙うすか。ピン狙います。せやな。狙えるところにしかあるもんな。おお。フェード。ナイスあんま距離残らへんな。次に言う次に言うわ。次と同じ理論でいくか。左足下がりきついんで、はいはい、ロフトが立っちゃうんで、まあ、低めの球で球上げに行ったら手前のバンカーも引っかかるから、まあ絶対球上げに行かへんよ。行っちゃったんですけど、まあ手前のバンカー、お高いバンカーを一回やるよりは、まあ、確実にパターンの方が、一応バーディーパット、まあ、僕の場合は OB したんでボギーパットなんですけど、まあ、打てるから、まあ、これでええかなという感じですね。まあ、ボンちゃんないそうで。スライス。なんか前もさ、なんかこっちからあんま変えなかったけど。やった。これ来てるよ。好きやな。うん、もう現役復帰しよう。明日から練習しよう。奇跡の奇跡起きてるよ今。奇跡やでもなんかちゃんといけてるんじゃん。いやなんか珍しく感覚とショットが合ってる。あ、合ってる。うん、いいや。動画のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。タフやな。タフやな。